やっぱこうデーモン先輩を見習わないとね。いやーでも正直ね、そのね、ナンジャスティスもね、毎回そのナンジャスライブっていうのに出るときに設定がブレブレなんですよね。大丈夫かなって思うんだけど。あれそれでいいのかみたいな。いや僕は客席から見てるんですけどね。ああなるほどね。ちょっとふなし寄りなんですね。そうかな、そう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 。なるほどね。いや面白いな。いやちょっと新しい未来がちょっとね できましたよ。うん、面白い面白い。それぜひやりましょう。これは新しいと思うんですよ。新しいな本当に。いや今日いろいろ話ができてよかったな。いや面白い。もうこれからなんかあるたびにじゃあ田中さんに相談しますんで。あそうなんですよ。なんかねもうすでにプロデューサー的立場だからね。いやいやいや、ナンジャスティスの。ナンジャスティスにちゃんと伝えときますから、うん、田中さんの言うことは守れと。例えば YouTube の例えばチャンネルの作り方なんですけど、ナンジャスティスの YouTube を作るにあたって、テレビ的にそのなんかこう初めナンジャスティス TV みたいなのが出て、ナンジャスティスがなんかいろいろ喋った方がいいですよね。一方目はそういう紹介がいいと思います。うん、今日は何々しますみたいな感じですかね。一本目は、うん、自己紹介と、うん、こんな活動してますと、でこのチャンネルにはこういう動画をアップしていこうと思いますんで、うん、チャンネル登録よろしくねみたいな、あーはーはーはーが一本目の方がいいです。なるほど。じゃあ二本目から、こういう活動と状況を見てもらうと。そうそうそう。なるほどね。そうか。ちょっとですね、その件に関しては、僕が大体のこういう風に作りますよっていうのを、DM で送りますんで、うん、どうしたらちょっとね、田中さんの方が、ここをこうした方がいいっていうアドバイスをください。あ、それはいいですよ。映像のプロですからね。田中さんは映像のプロですから、任せましたよ、その辺は。ね。いやまあまあそれぐらいやったらね。ねえ、それ面白いな。もうだからあれですよ、そのナンジャスティス TV を作るにあたって必ず最後のエンドロールとかには田中さんのとこ名前載せますんでね。まあいいですよ。面白いな、いいな。いやもうね、本当にこれはコロナウイルスの騒ぎがなかったらこういう話もできなかったわけで、いやほんまそう、非常になんか感謝してます。ありがとうございます。いやほんま、いやいや、こちらこそ、僕もそうですから。まあきっとね、これからも僕の方からの相談ばっかりになりますけど、また連絡しますんで、今後ともよろしくお願いしますね。はい。ナンジャスティスの運営を。ナンジャスティスの運営をね、そこが一番大事。そうだね。うん、もうこれを機にちょっとナンジャスティスを攻めて検索に引っかかるように頑張ります。はい。いやそれ面白い。面白い面白い、ね。うん、でそうですよね。だからなんていうの、田中さんはこっちの、ね、愛知県の東側豊橋のことに全く関わりがないのに、いろいろ協力してくれてるっていうね、そういうの面白い。いやそれは面白いですけど。違うの違うの、そのナンジャスティスのことなんですけどね、うん、はい、いや普通なんかそういうヒーローみたいなしたい人っているじゃないですか。けど活動の場がないんですよ。ああ、確かにね。うんうん、でもそのナンジャスティスはステージに立つ機会があるんですよね。ありますあります。それすごいと思うんですよ。ね、ナンジャスライブっていうのがいつも第4日曜日に2年ぐらいはだから毎月出てますね。ちょっとナンジャスちょっとすごいじゃないですか。そう思うでしょ、うん、そう思うでしょ。だけどね、うん、ナンジャス自体は非公認なんですよ。ナンジャスのヒーローとして認めてないんですけど、勝手にナンジャスティスって名乗ってるだけで、
ナンジャスは何にも認めてないです。いや、以上です。で、ナンジャスティスが前 MC で言ったのは、あの、いつかこのナンジャスイオン豊橋南店の広告に乗りたいというのが彼の目標みたいです。哀愁があっていいじゃないですか。哀愁、哀愁、非公式の方がなお面白いじゃないですか。まあ、フナッシーもね、非公認ですからね、うん、だから子供たちにはあの、うん、公認公認っていうコールしてもらうと。公認公認。そんなね、今ね、指さしてゲラゲラ笑われてるヒーローですよ。それ公認公認やらないと思うけどね。声を合わせてくれたらきっと 公認してくれるはずだから。いくぞ、せーの、公認公認。いやー、本当にね、そうなったら逆に本当に面白いですけどね。面白い。だから、まあ、そうなってくると本当に YouTube 必要ですね。今あのナンジャスティス TV っていう YouTube は立ち上げましたって言ったらきっと見ますもんね、うん、それがその2年もやってるっていうのがちょっとすごいですよ。、うん、2年ね。これ伸びる、伸びしろありますよ。逆に言うと2年伸びてなかったんだよ。2年伸びてなかったのかな。それはあれでしょ、プロデューサーがいなかったからでしょ。プロデューサーいなかった、確かに、確かに。プロデューサーつきます。本当に初めはシャレのつもりで1回だけって言って、はあ、あのナンジャスティスに出てもらったんですけど、でその時にあの1回出たら子供よりも大人がなんだあれってなって、で来月どうします出ますっていう話をしたら、来月もじゃあ出ましょうって話になって、でそれでコンスタントに毎月出てくれるようになったんですけどね。すごいすごいすごい。ねえ、本当に。でこうエンディング曲ばっかり歌うオンステージをやると、これからはオンステージできるかな。彼の出番めちゃくちゃ短くて、彼の出番ねビンゴ大会があるのがいつも昼の2時からなんですよ。で彼が出てくるのが1時50分ぐらいで、その10分の間にあのビンゴカードを配るのをこう見守るっていうね、見守る、そういう役目が、見守るんです、配らないです、見守るっていうね仕事があるんです。なんでその配らないんですか。あのね、1回だけね、あのナンジャスティスが配ろうとしたら手袋でうまく1枚が渡せなくて 5,6 枚一緒に渡しちゃったりとか、いろいろね弊害があるんですよ。ナンジャスティス哀愁がありますね。そう、そのエピソードいい。するとね、いろんな弊害があってね、で あまり小さい声で話されると、え、何って聞こえないっていうね。返信するとね、多分普通の人より身体能力が落ちるんですよ。いいと思います。うん、哀愁があるね。哀愁あるかな、哀愁あるかな、哀愁がいいね。そうなんですよ。だからあのね、ナンジャスティスはね、よく目が見えないんですね。ほう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 。うん、なので、まあ、目が見えないので、どこどこの誰々がわーってなんか言った場合にも、誰が言ったかわからないけど、適当にお前がなんか言ったのかみたいなことを言うけど、全然違う人の方を指してる場合があって、その子じゃないみたいなね、そういうこともあったりします。哀愁が。哀愁ですか、それ。哀愁、哀愁かな。それもまあ言うたらいじりしろ、MC の方がまあいるとしたら、はいはいはい、いじれるじゃないですか。はい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 、ありです。そうですね、いつもはだからピーキートライアングルのみほちゃんっていう人がいるんですけど、みほちゃんと本当は俺が司会で2人でやってるんですけど、まあ、ナンジャスティスが出るときは僕は その時いないので、はい、美穂ちゃんとナンジャスティスでこうなんかトークするんですけどね、ただ一つ問題なのが、
あの美穂ちゃんっていう人がぶっ壊れてるんですよ。